かの今日は昨日と美しくはありません。そして明日は期待通りではないよ。人生のせいでん、きっとすべての人間にやってくるです。考えてみて、著者直面ゼテロポイントは、やむを得ないので、しかし直面しなければならない。笑顔、あなたからされててみ、いても、あと一つの坂。